前にその中古車価格高騰してるよねみたいな話をしたと思うんですけど、綺麗ですね。セフィーロ、こんなに背が高いセフィーロ初めて見たんだけど。ん？なんで？バンガンミッドナイトって感じじゃない？本当に。こんにちは、ヤマトですっていう感じですね。今日も元気に撮影をしていこうと思うんですけれども、後ろ映ってんのかな、見えないんだけど、今日はですね、厚木にあるスポーツカー専門の中古車店さん、ガレージ R さんに来ておりまーす。イエ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 イ、パフ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 。まあ、今日の企画は、まあ、中古車企画ってやつですかね。ちょっと前にその中古車価格高騰してるよねみたいな話をしたと思うんですけど、じゃあ実際店舗で見たらどうなんだろうっていうのを今日はちょっとやってみようと思います。まあすでにね、後ろにシルビアがあったりとか、奥の方にはねシルビアがあったりとか、全部シルビアかな、ちょっと歩いてみればねまた違うと思うんですけど、シルビアがあったりとかすると思うんですけど、シルビアじゃんかいろんな車置いてあるのでちょっと見ていこうと思います。それじゃあ早速やっていこう。さて、というわけで見ていこうと思うんですけど、まあ、シルビアね、1号スペック S138万円、これ綺麗ですね。距離22000キロだから22000キロ、え、安くね。あ、珍しいオートマなのね。あ、でも中も綺麗だし、これいいな、綺麗ですね。ピンク238万円、スペック R、 スペック R は高いって言ってましたね。わー、いいな、14前期好き。あ、100万円切ってる、88万円だ。あ、でも距離が18万6000キロ、なんか何にもねえわこういう感じだと100万円切って買えるんだね、シルビアね。爆安じゃないですか、スカイライン18万円ですって。お、Z33 148万円バージョン S。 うわ、 GT ウィングもついてますよ。チャージスピードのエアロがついてるみたいですね、これね。なんかね、面白い車いないかな。いや、まあ面白い車は今もう見ててもいるんだけど、個人的にビビビッとくる車が1台いたりとかしたら、それを撮りたいなと思ってるんですけどね。すげー、こんな羽もついてるよ、いかつい。 Z33 いいよね、安く買えるし、早いし、楽しめる1台って感じですよね。ジオン、すごいホイールだな、これ。スカリムになってるけど、鉄筋なの？何なの？これ、リバレルなの？何なの？全然わかんないんですけど。座ると、Z がありますね。この辺は商談中なのかな？値札がないや。ちなみに、あっちで。今日は岡村さんもいます。コラボみたいなノリで来といて、別々で撮影をするという、このゆるさ。わわわわわ、セフィーロ、こんなに背が高いセフィーロ初めて見たんだけど。ナンバーがすごいよ、多分お客さんのナンバーがまずついてるんだと思う。お客さんとか売った人の相模77、しかも色あせて大事に乗ってたんでしょうね。こういうの売ってんだろうな、いろんな家で、いろんな近所のおじいちゃんとかと仲良くなるとこういう車ゲットできそうだよねうわー、おー、おじいちゃん仕様や、まさに。ちょっと涼しいやつね。すげえ、でもしかもマニュアルだこれ。しかもさ、セフィーロって高級車なんだね。ステアリングにボタンついてたんだね、こんなの。ボリューム、オン、AM、FM、ステアリングにラジオのスイッチがついてたんですね。私タイ行った時なんかめちゃめちゃいたけどな、セフィーロ、ドリシャみたいなやつ。こんなね、新しいスカイラインのシャコタンもいますけど、こういうのでもシャコタンに平気でしちゃうもんね。で、Z32 がいるんだな、この中に。暗いな。よっ。ん？ん？なんで？どうしちゃったの？なんで？ 58 万円じゃないの？ 580 万円するんだけど、この32。マジ？確かにピッカピカですけどね。なんで？なんでなん？結構いじってるんだね。ホイールも37の SL だし、ドリルドのローターついてるし、車内も綺麗かな。これ一からいじるとやっぱ時間かかるから、カスタム費のことを考えて580万円でこれを買った方が安いっていうパターンもあるのかもしれないですねいや、でもちょっと金額が衝撃的だな。いやー、いろいろ気になるよねって感じなんですけど、これこれこれよ、これ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 、まこちゃんやん。イニディ仕様っすね、このシルエイティね。結構綺麗なんじゃない？ホイールがちょっとあれですけど、ちょっとこれ詳しく見せてもらおうかな。208万円。いや、シルエイティ好きなのよ。
グランツーリスモ3だか4だかでずっとシルエティで遊んでたんだけど、いいじゃん。ちょっとこれは詳しく見させてもらおうかな。あ、Z さすごいのありましたよ。 Z32 とかね、スカイラインが並んでるところにね、このフレームの左側にね、でーん、きたー、33 GTR あるじゃん。プライスなんと800万円。おお、マジか。って言いながらバッチリ床が濡れてるんで分かると思うんですけど、あのさっきね、これを撮りたいですっていう話をお店と相談したら、まさか洗ってくれちゃったんですけど、ありがたいっすね。厚木店さんは昔実は 32GTR を撮りに来たことがあるんですよ。いやー、ちょっとね、この 33GTR 詳しく見せてもらおうと思います。これとあとあっちのシルエイティもね、見せてもらおうかなと思ってるので、長い前振りだったけど今日はこいつを紹介していくぜー。というわけでですね、こちらの R33 スカイライン GTR V スペックですね、こちら。これをね、今日はね、紹介させてもらおうと思います。まあ、紹介させてもらおうって、僕は店の人じゃないんであれなんですけど、ちょっとまあ見せてもらおうっていうのは正しいですね。いや、っていうかさ、これめちゃめちゃかっこよくない？あの、各所で最近 33GTR 好きって話してると思うんですけど、いや、これはかっこいいよね。雰囲気？湾岸ミッドナイトって感じじゃない？本当に、ここに RGO っていうステッカー貼りたい。いや、伝わんねえかな、これ。いや、かっこいいな。33ってこんなかっこいいんだな。かっこいいしか言ってないけど。こちらの 33GTR ですね。まあ、一応その V スペックになってて、仕様がここに書いてあります。エンジン出力、なんと604馬力。おー、600馬力の GTR ですよ。やっぱ湾岸ミッドナイトだね。まあ、エンジンの仕様としては、そのビッグシングル、大きなタービンを1機かけで600馬力を出すというような仕様になってるわけですね。まあ、あの僕がベラベラここで車のことを喋ってもしょうがないんで、ちょっとね、各部一緒に見ていきましょう。いやさ、あの僕ゴテゴテした車嫌いって言ってるじゃないですか。かっこいいのはこういう形なのよ、本当に。この 33GTR だといじってる感はわかるけど、そんななんかこう派手な感じじゃないじゃないですか。こういうので速いっていうのが好きなのよね、本当に。心の底から好き。バンパーにはですね、大きな大きなインタークーラーさんが鎮座しておりますね。これトラストのやつみたいですね。ナンバーステイがね、グイってやったらね、こう引っ込むようになってるっていうのがね、まあいろいろ感じますよね。してやっぱりこのエンブレムだよね。いやマジで今日ちょっとテンション変だな。すげえ嬉しいんだけど。あー、かっこいい、本当にかっこいい。かっこいいしか言ってない。ホイールは、レイズですね、 T37 白のやつを履いてますね。こうタイヤはまあネオバー AD07、 なんか時代を感じるタイヤついてますね。あ、ブレーキもこれ変わってんのか。純正じゃないよな。ファルコンブレーキになってますね。でローターもこれでっかいんだろうな。まあ、600馬力もあるからね、当然ストッピングパワーも上げないとね、危険が危ないですからね。あとヘッドライト綺麗だなこれ。まあちょっとスモークがかってるというか、くすみがかってきちゃってはいるけど、でも全然中綺麗に見えるし、状態良いのではないでしょうか。とにかくボディ綺麗ね。中古車このボディの状態で買えるの嬉しいな。もうやっぱりさ、車ってさ、見た目だと思うのよね、全ては。どんなに速い車でもさ、スタボロは嫌だと思うんですよ。まあそのボロが面白い方向に作用するんだったらいいけど、やっぱね、綺麗な車ってこうワクワクさせてくれますよね。僕も145あの車にしたの、ボディ綺麗だったからっていうのはありますからね。イケメン今日変なテンションだな。昨日生配信3時間半もやっちゃってちょっと疲れてるんだけどね。変なテンションでお送りしております。リアもネオバですね。 AD07 24545の18のサイズですね。なんか245なんだ、時代の時代だからかな。意外と太くないなと思ってしまうな。でやっぱ 33GTR ときたらこの羽だよね。これがかっこいいよね。リア周り最高なんですよ、33は。これよ、これがかっこいいのよ。たまんねえな、この見た目。ピカピカじゃん、本当に車が。こんなに綺麗なのね。HKS のマフラーがついてますよと。これね、ちょっと音、後で撮るので差し込んでおきます。じゃあ、マフラーサウンドまで3、2、1、ピシュッ。
はい、いい音でした。6発のいい音でした。ね、3000回転ぐらいまでしか回してないですけどね。GTR エンブレム。めちゃめちゃ綺麗じゃんね。バンパーとかも全然飛び意識図とかないから、もう乗ってから走ってねえのかな。が、まあ作ったけど、そういう走りとかはやってないのか、どっちかでしょうね。じゃあ、車内行きましょう。ご開帳オープン。おー、え？綺麗なんじゃない？やだ。やだ。ちょっと失礼しちゃって。ほら、車内めちゃくちゃ綺麗よ。こんな感じ。めちゃめちゃ綺麗ですよ。ステアリングはね、モモのレース。めっちゃ小径ですね。これ多分32とかがついてますね。まあだから本気だからね。小径のステアリングの方がいいのかもしれないね。で、メーターは320キロ。フルスケールでございます。ニスモのメーターですね。9000からがレッドになってるけど、そこまで回るのかい、この子は。ちょっとドキドキしますね。ここにですね、ブーストメーターがついてるって感じですね。トラストのなんかこう年代を感じるタイプのメーターがついてますね。だから当時感だよな。最高速やってたのみたいなね。まあだから飛び意識つないからそんなことないと思うんだけど、ピラーのとこに水温と、水温じゃないか、油温という圧かな。うわ、なんだこれは。デュアル SBC ブーコンですね。ブーストコントローラー、ブイッツの製品みたいです。なんかめちゃめちゃ年代を感じるな、これ。ピント合うかな。これね、こんな感じ。ブリッツのブーストコントローラーみたいですね。めちゃめちゃ年代感じるな。で、なぜかシフトパターンが2つ貼られてます。で、純正5速みたいですね。クラッチ重っ。でも全然ミッションしっかりしてそうですけどね。あとシートが綺麗よね。ほら、これ純正シートね。この GTR のシートってかっこいいんだよな。タンニー GTR に親戚が乗ってたんですけど、それに乗ったのは多分初めてのスポーツシートだったんですけど、スカイラインのシート好きなんだよな。そんなこと言われてもって感じでしょうけど、リアのシートもこんなに綺麗。ピカピカだぜ。めちゃめちゃ状態いいんじゃないのこれ。走行距離は2万3000キロになってるけど、メーター変わってるから当てにならないでしょうね。あー、見えちゃった。やっぱこの鍵だよね。かっこいいんですけど。で、肘置きの下は小物入れですね。パコンと、お、お、なんだ？エアコンのユニットがこんなとこに入ってる。え、これ使えるやつ？生きてんの？ちゃんと固定されてる。え、そういうの？違うよね。あれか、ナビがここに入ってるから移設したってこと？へえ、そんな選択肢ある？まあじゃあ、まあエアコンも普通に使えるってことですね。いや、エアコンぐらいは使えないと困るけどね。じゃあエンジンルーム行こっか。それじゃあ開けちゃおうと思います。ご開帳。さあ何が出てくるかな。どけ。いやー、いじってあるねかっこいいね、エンジンルームが。ワイセコのステッカー貼ってるってことはピストン変えてんのかな。で、これですね、あのでっかいタービンがついてますね。これがですね、トラストのタービンで T88 っていうやつですね。まあ、毒キノコもついてますよっていう感じですけど、車庫帳がですね、一応これ H ケースのやつが入ってるみたいです。いやー、湾岸ミッドナイトでよく見た。本当になんかそういう感じだよね。この辺のももう全部トラストで一式揃えてるんだろうな。インタークーラーもトラストだったし、このね、遮熱板というかプレートもこれトラストのやつですね。これが600馬力 GTR の心臓部でございます。いやー、しばらく眺めてられるね、 RB26 ってね。楽しい。こんな楽しくていいのかしら。いやー、でもこれ売ってんだもんな。でも言うて今ね、あそこに書いてあるけど、初年度登録平成7年なんですよ。っていうことは、まあトラブルがないわけないと思うのよね。なんかその辺とか実際どうなのかなっていうのを少しお店の人に話を聞いてみようと思います。はい、というわけでですね、この車本当にこの800万円分価値があるのかみたいなところですね、お店の人に話を聞いてみようと思います。こんにちは。はい、どうもお疲れ様です。一応ご無沙汰なんですけど、はい、僕のチャンネルでは多分初めてだと思うので。あ、そうですね、はい、あのカメラに向かって自己紹介をお願いしてもいいですか。ガレージアール厚木店で、今年から店長をさせてもらってます、大沼と申します。お、店長さんになったんですね。ちょっと偉くなりました。偉くなりました。去年、一昨年かな。あ、そうですね、はい、サニー GTR を撮らせてもらいに来たことがあって、はい、その時も、ご対応いただいた GTR マニアの大沼さんでございます。ちょっとだけではない。まあ、いろいろ見せてもらったんですけど、はい、これめちゃめちゃ綺麗ですね。綺麗です。マジで、もう僕サン GTR 大好きなんですけど、
ちょっとワクワクしてしまって、はいはいはい、もうまるで湾岸ミッドナイトの世界が出てきましたみたいな、ね、高時間あふれるアイテムとかもいっぱいついてるじゃないですか。そうですね、はい、あんなブリッツのブーコンなんか初めて見たと思ったんですけど、そうですね、はい、これってお店に売りに来られた方がいたってことですかね。そうですね、あの当社の買取の部署の方が直接エンドユーザーの方から仕入れさせていただいてくれます。とても600馬力あって湾岸ミッドナイトだったらこの辺飛び式で地獄みたいになったそんなイメージだったんですけど、そんなこともないという。そうですね、はい。おで、まあ、言うてもこれ初年度登録平成7年じゃないですか、はい、結構ガタが来るような年代の車だと思うんですよ。そうですね、はい。実際お店に来られてから整備点検みたいなことっていうのをされてるんですかね。しました、しました。こちらの車に関しましては、はい、まず結構 GTR 定番トラブルなんですけど、はい、フロントのドライブシャフトブーツが、うん、まあ、ちょっと切れちゃってたんで、はいはい、それはもう修理してあります。おで、あとそれと合わせて、クラッチがちょっと滑り気味だったんです。 OS のマルチプレート入ってるんですけど、うん、それも今回オーバーフォーしました。おー、はい、で、なんでも、まあ、クラッチマン全然いけます。あともう一個が一番大きかったのは、実はこの車うちに入ってきた時ちょっと調子悪かったんですよ。あ、そうなんですか。はい、普通にエンジンはかかるんですけど、はい、もうずっとバラ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 いっちゃってて、うん、ちょっと空ぶかしでもアクセル踏むと黒煙吹いちゃうぐらい濃くて、へー、当社で出して提携工場の方出させてもらったら、はい、今は昔のあの HKS の俗に言う銀プロ、おー、はい、大パーツぐらい古いやつ、大パーツぐらい古いその銀プロで制御したんです。調子悪いからちょっとリセッティングっていうので相談してたら、もうやっぱりもう今だったら、ね、金プロにした方がっていう話になりまして、はいはい、金プロから金プロに変えてます。おー、なるほど。フルコンででセッティングを再度取り直したっていう形で、うん、今あの計測値で、実質600円ぐらいで車になります。すげー、600円おまりで、その時圧縮も測ってるんですけど、一応11で全部均一に揃ってはいるんで、はい、特に抜けてるとか、はい、そういうのも特にない。なるほど、はい、なるほど。じゃあ本当に調子がいいんだろうなと。そうです、そうです、はい、踏むと早いですし、うん、で600馬力も結構安全マージン取っての600なんで、はい、もうちょっと点火時期だったり年長カツカツに詰めれば、うん、800馬力近くは出るんです。はぁ、そんなに。もう1馬力1万円みたいな1馬力1万円、はい、確かにそうだ、1馬力1万円みたいな。なんかワイセコのステッカーもありましたけど、ピストンとかも買ってんすか、ね、そうですね、おそらくはちょっと実際そこまで開けてないんでわからないんですけど、はい、おそらくは入ってるのかなっていうところです。まあ、認定のままやってる車っぽいので。なるほど、なるほど、はい、なんか800万円って書いてあって先にこう僕としては、はい、またスカイライン高いよとか思ってたんですけど、はい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 、でもなんかあの結構ここまでいじるってこと考えたらそれなりにやっぱチューニングでも費用かかるわけじゃない。かかります。数百万円かかるってこと考えると、まあ、500万円で買って300万円分チューニングしたよみたいなノリと思えばもう全然安上がりです。ちなみに僕あの33の GTR も乗ってるんですけどあれ何台持ってるんでしょう。僕今は2台ですね。今は2台、今2台です。なるほど。3人と33ちょっと好きなんで1人ちょっとじゃないのよ、変態なのよ逆にちょっと欲しいぐらいですよ、ね、僕なんか逆に。今だってもう買ってきて、はい、タービンとコンピューターでこれ足もキャリパーも入ってるんで、はい、ここまでやるなんて言ったら収まんないんですよ。そうですよね、はい、その辺考えるともよっぽどお得かなっていうのと、このまんまちょっとタイヤとか消耗品関連ですよ、ね、はい、今のものにブラッシュアップしてもらえればこのままサーキット走れるんで、お富士のメインストレートでもバシッとすごいスピードが出ちゃう。タイヤもね、あの古代の遺物みたいなのが入ってますからね。そうですね、一応まだ溝あって、これもともと一柱みたいなところで保管されてたんで、はい、あの直射日光で青空でっていう車ではないんで、まだひびとかタイヤもそんなに入ってないんですけど、はいはいはい、ただちょっと硬化してるかなってので、できればもう今新しいネオバも出たんで、 そうですね、そっちに交換してもらった方がいいかな。これ2世代前になっちゃいますからね。そうですね、 AD07 なんでちょっと難しいかなって思ったんでいやーでも本当にちょっと素敵な車見させてもらいました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそどうもありがとうございます。でまあね、この動画はここで一応終わるんですけど、さっきね冒頭でシルエティ出てきたでしょ、あっちもこの後見せてもらいます。いや改めて小沼さんありがとうございました。ありがとうございます。ガレージRさんの詳細っていうのは概要欄の方に載ってますので、この車気になったとか他にこう映ってたスポーツカーであれが欲しいとかって思ったらですね、ぜひそっちの方からいろいろ車両情報とか見てみてください。そしてこの動画が面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録と高評価。